で7時間移動してクアラプルリスの方に到着しました。まあ、寝てたんであっという間でしたね。はい、それではですね、到着してでお腹空いたんでご飯食べたいと思います。はい、まずはこちらですね。はい、グイティアと卵ですね。あとペタレ、これでキュウリンギット、めちゃ安いですね。ただね、このレストラン隣なんですけども、以前行った時にちょっとボラれたんで、そこは注意しておいてください。ボラれたらちょっと高かったぐらいですけど、はい、まあ、こっちの、まあ、せっかくの旅なんで気持ちよくね食事したいですよね。はい、それでは、いただきたいと思います。はい、それではいただきます。うん、味は普通です、はい、まあ、安いんでね、朝早く空いてるだけありがたいですね。うん、うまになったら、テレビに乗って乗りたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、それではテレビの方に乗り込みたいと思います。よいしょよいしょ。いやいやいや、チケットが OK。 こっち59、なんかね、席が決まってるみたいです。前は適当だったと思ったのに、うん、たまにね、しっかりしてるのもあるし。56、60、59、これか、ここだ。いや、よかった。いやいや、窓際、よいしょ、いい感じ。はい、それでは、出発を待ちたいと思います。なんかね、いいですね、ランカウイね。もうあと乗って降りたらランカウイですね。楽しみです。はい、それでは楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは、ドリアンペランギンの滝ですねのところに到着しました。はい、こちら、まあ、歩いてだいたい5分ぐらいということですね。お、エントランスフィー、お、なんか入場料いるみたいです。2リンギット安いですね。よいしょ、やっぱこれでしょと。上にまで行くと8分ぐらいですけど、まあ、今日は頂上まで行かないです。はい、滝を見たいだけなんで。はい、モニー、あ、チケット、よいしょ、あっちかな。わー、すごい。川がありますね、すごい。おお、きれいにしてある。あ、いいっすね、ちゃんと整備されてるし安心ですね。わ、めっちゃ水がきれい、いいっすね。お、あそこか。なんかトイレもあっていいっすね。はい、おお、初めて来た。あ、いい散歩コースです、ここ。うん、よいしょ。いや、すごい癒されますね。ね、ランカウイにこういうとこあるんですよ。ほら、これね、間近で見るといいっすよ。おー、はい、モニー。おー、いいですね、ちゃんと皆さん掃除してくれてますね。どこでお金払うのかな。よいしょ、バーベキューなんかもできるんですね。どこで借りるのかな。うーん、
あ、すごい。お肉買ってくれればバーベキューできますね。ここ結構地元の人楽しんでる感じです。いいな、こんなとこでバーベキューしたら絶対うまいっすよ。うわ、すごい近いな。いいところ。今日は水量が多いからいいっすね。あ、ここもキャンプしてるんですね。いいな。おお、すごい。おお、すげえ。おお、みんなで川遊びしてる。すごい。よいしょ。行けるみたいですね。すごい、ハーモニー綺麗だな。おー、いいですよ、やっぱマレーシアの滝綺麗なんですよね。いいな。景色とかもいいですよね、これね。みんな楽しいこと好きっすね。ほら、いいっすよね。あー、やばいわ、癒される。あー、なんか日頃の何かこういうもやもやがこの川に流されていける。いいのにな。はい、いや、いいな、楽しそう。はい、壺の中に、はい、ね、いいな。おお、安全に。めっちゃ、ね、みんなね、メンディーカメラ。はい、それではいろいろ見ていきたいと思います。はい、それでは勘のいい、清須旅の視聴者の皆さん、ここでドローンだと思いますよね。ね、ちゃんとね持ってきてるんですよね。ただね、バッテリーを忘れましたね、今日はね。本体とコントローラー持ってきます。はい。めちゃくちゃ荷物なんですけど、バッテリーがないとドローンは飛びません。はい、残念ながら、おじさんのアップですね。申し訳ない。いい滝の映像が撮れたんですけどね。バッテリーがないと飛ばないですね。ちょっとね。うまく使えてませんね。はい、それではですね、ちょっとね綺麗な景色近くから撮ってますかね。せっかくなんで降りていいみたいですね。ここね、ほら、ここよいしょ、やばいっしょこれ。まさにね、静かな流れと書いて清流ですね。はい、いや、ここほんとバーベキューいいっすね。ね、ここ浅いから子供なんかもいいっすね。こっちで子供泳ぐのもね。これでもね、雨降った後なんで水量多い方だと思うんですけど、めちゃくちゃいいわこれね。ランカウイといったら海ビーチだと思うんですけど、こういうとこもあるんですね。はい、滝が取れればね、滝が、もっと良かったんですけどね。また次回ですね。はい、この重たいリュックを背負いながら、はい、今回は残業したいと思います。はい、それではですね、ちょっと荷物ホテルに置いてこようかなと思います。今回はね、あんまり予定詰めてないんですよ。このまま特に何の仕事もないんです。一旦まあホテルに行きたいと思います。はい、こちらですね、ランカウイの、ボートツアーの、ところに来たんですけども、いろんなアクティビティがありまして、
1時間でね、あの200リンギットのものからあるみたいですね。まあ、この、コウモリの洞窟のツアーなんかもあるんで、まあ、いろいろ目白押しですね。ただね、一人で行ってもいいんですけど、200でで仲間と行くと楽しいと思うんで、まあ、今日ちょっと曇ってるんでですね、今日は行かないんですけども、またね、仲間と来た時に行ってみたいと思います。いやー、めっちゃ楽しみですね。こんなとこあるんですね。ここね、結構なんだ、ネットで予約したりするとちょっと高いんで、現地でこうやってね、ここで予約するのもいいと思います。いきなり行けるみたいです。じゃあそれでは、ほって、ゆっくりしたいと思いますね。いやー、Thank you、 ありがとういや、いいですね。はい、それではですね、また、ゆっくりしたいと思います。はい、それでは、ランカウイのビーチの方に来ましたね。なかなかね、暑苦しい格好なんですけど、こんな感じ。このね、北側って本当泳いでる人って全然いないので、結構ね、泳ぐってなるともうほとんどプライベートビーチですね、こっちは。はい、水もね、そこまで濁ってるって感じじゃないですよね。泳げないことはないんですけど、なんだろう、下の方がね、たまにぬるっとしてるんで、まあ、気になる方はやめておいた方がいいと思います。まあ、私気にならないんで、いつも普通に泳いでます。はい、プカ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 浮いてます。はいはい、あとね、ここここはね、お店があるんですよね、結構ね。まあ、その近くのトイ、ホテルに泊まれば、そのままホテルのとこで、泳げるんですけども、今回はですね、私予約の段階で日にち間違えててですね、バスとボート、フェリーですね、フェリーと列車、日付間違えて予約してダブル予約してたんで、ね、今回は自分に懺悔の意味を込めて安いドミトリーにしました。だいたい他は200リンギぐらいですね。はい、の宿が多いです。はい、一泊ですね。はい、こういった感じでお土産とか予約、ボートの予約とかツアーの予約とかですね、ここでできるみたいです。はい、あー、簡単なご飯も食べれますね。お、アヤムアリカフェあった。前回ここ閉まってたんですよね。明日の朝来ようかな。朝ごはんね、困ってたんですよ、来ないから。あー、ここなんか雰囲気がいいですね、この角度。はい、それではですね、ゆっくりしたいと思います。はい、それでは、ホテルの方チェックインしました。今日の宿こちらですね。こんな感じすごいっすよね。まあ、ホテルをね、重複して予約したんで、宿の方は今日は節約ですね。一晩大体29だったですかね、多分。はい、29なんですけども、なんとこの部屋、今日は予約がないため、一人で全部使っていいということでした。なんか嬉しいです。逆にですね、おじさん一人旅には広いですね。はい、嬉しいです。それではですね、まだお昼食べてないので、近くのですね、タイ料理屋の飯がある、ご飯屋さんがあるんで、そちらの方にご飯食べに行きたいと思います。あとね、さっきね、ちょっとこけちゃったんで、この GoPro のレンズの方ちょっと傷だらけになってて、ちょっと見えにくい部分あるんですけど、すいません。また次回はですね、GoPro 新しいものを今予約してるんで、そちらで撮影できると思いますけど、今回はちょっと我慢してください。すいません、こけちゃいました。はい、それではですね、お昼ご飯食べに行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは到着しましたね。今でパッタイとガパオライス注文しました。まあ、こんな感じ、店内の方はね、こんな、ザ・ローカルな感じで、今ね3時ぐらいなんで、ちょっとお時間、ね、ずれてる感じなんですけど、まあ、量が少ないってことだったんで、わかんないですけどね、一応パッタイとガパオライス頼みました。
まあ、多いかもしれないけど、せっかくなんでタイの国境に近いんでね、多分タイの味だと思います。めっちゃタイ語とタイの音楽が流れていいっすね。はい、面白い。それではいただきたいと思います。はい、値段もこんな感じですごい安いんですよ。リーズナブルでね、リゾート地なんですけどね、リゾート地で本場のタイ料理で、本場の値段で食べれる、こんな嬉しいことないですね。はい、それではですね、料理の方待っていただきたいと思います。はい、それでは来ましたね。ガパオライスと、なんだっけ、パッタイですね。いいっすね。まあ、テタレも、台風のテタレですね。ミルクティーいただきたいと思います。まあ、そこはね、やっぱタイ料理量が少ないけど、ちょっとタイ料理にしては多いと思いますね。はい、それではいただきたいと思います。楽しみ。はい、それではいただきます。あ、なんか2つついてきてる。スプーン一人で食べたいと思います。うん、うまい、うまいな。あ、本場の味。うん、タイ人が作るガパオライス。うん、で肉は鶏肉ですね、やっぱ。うん、うまっ。うん、あとパッタイですね。なかなかね、パッタイはマレーシアで食べることできないですね。あんまり扱ってる店ないんですよ。うん、うまっ。そしてエビも入ってますね。いただきます。うん、ね、ま、いいな。やっぱね、ランタオに来たらタイ料理を食べるっていうのも一ついいと思いますね。うん、全てが本場の味。いいな、これ。うん、でもね、この店ね、何点はね、3時からなんですよ、営業が。中途半端なで、夜やってるっていう ね。夜はね、結構ね、ビールのお店に行っちゃうんでね。なので今日はちょっとあえて時間を、ランチタイムをずらしました、この店のために。いや、お腹すいたっすけどね、食べたいんですよ、これが。うん、まあ、普通の人は一品でいいかなと思います。うん、まっ。それではいただきます。はい、それではごちそうさまでした。美味しかったですね。いや、本場の味が安い値段でね、こんだけ食べれるっていいですね。やっぱ近いからですね、東南アジア。嬉しいですね。まあ、ただね、私はね、あの特別な訓練を受けてるんで2品食べましたけどもね、あの普通の人はね、あの一品で十分あの足りる量だと思いますので、まあ、一品ね頼んでちょっと足りないなという時に追加で頼んでみてはいいかと思います。はい、それではまたね、ホテルでゆっくりして、それから、夜の、あのお店に行きたいと思います。それではね、あの今日はライブ配信もあるんで、多分ねそれ終わってからになるかと思います。それではよろしくお願いします。はい、それではビール来ましたね。こちら、そしてこちらが夕日。
やばいっすよね、このロケーション。このためですよ、ランカウイに来るのは。はい。ね、他のなんでもないですね。やっぱこれっすよね。はい。それではですね、のんびりここで、まあビール楽しみながら、まあ、ライブ配信しつつですね、ゆっくりのんびりしていきたいと思います。やっぱりね、モランカウイ来てもね、我慢できませんでした。うまいっつっても、この前ベトナムで飲んだばっかりなんですけど、うまいっすね。この見てください、この炭酸がね、やっぱドラフトっすね。全然違う味が、うまい。でこのロケーションね、ちょっと周りうるさいですけど、まあしょうがないっすね。あーいいな、まったりしますよ。ちょっと夕日 見てもらいましょうか。こういう感じね。一泊二日で来れるんですよ、ランカウイ。こうやってで、明日はもうペナンに寄りながら美味しいものを食べて帰るというコースですね。うまい。でこのままライブ配信の準備をして、サクッとライブ配信をして、それからまたここで食事なんかしながらですね、ゆっくり過ごしたいと思います。まあ、今日はですね、こんな感じですね。はい。あともう運転することもないですし、もうとことん酔っ払って帰るだけですね。はい。いやーいいな。それでは後ほどまたライブ配信終わった後にまた、動画の方を撮影しますんで、よろしくお願いします。はい、フィッシュ&チップス届きましたね。はい、こちらいただきたいと思います。はい、それではいただきます。まあ、ランカウイ来たら大体これですね。ここで食べますね。うん、
うまっ。揚げたてなんすよね、いつも。揚げたてのフィッシュ&チップスとビール、最高っすね。最高。まあここに来てみんな写真撮って映える感じです。本当穴場で知る人ぞ知る観光名所だと思います。ちょっとね隣にいるんで静かに食べてます。マジでうまいです。さっきねタイ料理食べたんですけど、これ見たらやっぱ食べたくなっちゃう。まあ、せっかくの休みなんでね、好きなもの食べて好きな酒飲んで、好きなとこに行ってっていうのが一番楽しいっすね。熱っ。それではいただきます。はい、それでは、ホテルの方に戻っていきました。無事にですね歩いて帰ってきましたね。たくさん食べてたくさんのお酒を飲んでしまいました。いやいいですね、気持ちいい。久しぶりじゃないか、先週だからベトナムで飲んだし、少しだけですね。まあこんなにたくさん飲んだのは久しぶりですね。ランカウェイに来た時ぐらいですかね。はい、それではですね、たくさんお酒を飲んだんで、早めに寝て明日10時の船で、ペナンの方にですね向かっていきたいと思います。はい。あとですね、なんかメッセージでベトナム人の方が友達になってほしいって言ってたんで、まあ、その方とちょっとメッセージのやり取りなんかして、今日は、ゆっくり寝たいと思います。いいですよね、国際交流楽しいですよね。はい、それではですね、2日目もいろいろ、2日目はですねどちらかというとグルメ旅なんで、これはこれでまた楽しみなんで、よくお楽しみにしといてください。それではまたよろしくお願いします。バイバイ。